はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけでですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯医者の結果でございますけどもね、まあ、結果的にはね、あの親知らずの虫歯は置いといて、やっぱり先にね、手前のね、歯を完成させるために銀歯をかぶせる時の土台を形成したということになったんですけどもね、まず先生から始めにですね、今日はね、あの前回に作った銀歯のための土台とね、それを打つためにその穴をきれいにしたところに、杭を打つんですけども、その土台と杭が一緒になってますのでね、今日はそれをちゃんと入れれるように、調節して銀歯のために土台を形成していきますと言われたので、いや、あの前回その親知らずの虫歯を先にやるって聞いたんですけどって言ったらね、あれからいつもの先生と話し合ったね、あの先にこっちを完成させても、あの、まあ後からね、親知らずをね、治療できるってことが分かったので、もうこっちからね、先にやっていくことになったんですという感じになったのでね、あの親知らずの虫歯っていうのはね、またね、あの放置期間にね、突入してしまいました。だからね、あの昨日の車の中からの動画でもね、あの親知らずの虫歯をするからきっと、まあ、削ってまた神経を抜くことになるやろうからとね、まあ、今後のことを考えて、まあ、虫歯の状態を確認しながら、それなりに広く深くね、削ることになるからね、きっとまた麻酔から始まるんやろうなって言ってたんですけども、ね、親知らずは触らないので、しかもね、もう神経を抜いた歯の治療をしていくのでね、あの麻酔はね、なしでした。でも僕としてはね、もう嫌やけどね、やっぱりね、麻酔をしてほしいちょっと瞬間がね、あったわけなんですわ。あの、まあ先にね、あの仮蓋が貼ってあるからね、その仮蓋を削ドリルで削っていく時はね、まだそのいけたんですけどもね、その後に土台をきれいにね、その打ち込むためにですよ、その微調整をねしてね、基礎となる歯の部分にね、あのしっかりとドリルで形をこう削っていかなあかんわけなんですよ。で、まあそこはっていうのはですね、神経が通ってないとはいえ、ドリルの振動がね、もう歯全体に伝わってきてね、変な痛さがありましたし、あのね、もう歯ぐきにね、ちょっとね、ドリルの歯以外の部分なんですけども、そこがね、パッと当たってね、あれが結構ね、痛かったんですよ。あのね、特に僕っていうのはね、その免疫抑制剤を飲んでるんでね、もう粘膜障害がね、すごいね、あるんです。だからね、無理やりガーってこう引っ張られたりとか、その異物でね、そのずっとこうガーって押さえつけられるような刺激を受けてるとですね、そこに痛みが発生するし、しかもね、口をでガーってずっと開けてるもんですからね、乾いてきてて、あのね、先生の指とかね、その口の中に突っ込んでいるこう各機材がですよ、ひっついてしまうので余計に痛いんですわ。まあね、そんな細々としたことがいっぱいある中ね、そのイライラしながらもですね、先生はね、涼しい顔でね、あの治療をスムーズに進めていきました。そこでね、あのどんな土台とね、杭をですね、僕の歯に打ち付けたかとかね、まあ、入れて込んだのかっていうのをね、撮影してきたのでね、これぜひご覧ください。これがここに入るわけですね。入った入った、ありがとうございます、はい。これはね、歯型の模型にはめ込むね、映像やったんですけどもね、これを見てもらったらね、まあ一瞬やったでしょ。だからね、こう一瞬でね、歯に土台をね、パッてね、打ってたと思うじゃないですか。それがね、そんなうまいこといかなかったんですよ。まあ見てもらったように、このようにね、すっぽりとこう、はめ込むための、あの、微調整がね、すごくね、長かったし、痛かったんです。まあ休憩を挟みながらね、やってくれたんですけどもね。ほんでね、この土台とその杭を打った状態でのね、噛み合わせをね、確認するためにね、何回も何回もね、はい、口を閉じてください、噛んでくださいね、とね、もう何回も何回も開けて、閉じて、開けて、こう閉じてっていう風にね、その
してたんですけども、あの口の中がすごい乾いてるもんですからね、こう何ですか、スッとね、こう上手にね噛み合わせることができないんですわ。あの治療してるのはこっちなんですけどね、あのこっちのね内側のほっぺたをね噛んでしまうみたいな感じになってたしね、もうねなんか変なね、あの地味な痛さでしたね、あれはね。そんなね地味な痛さが何回も何回も続くとね、あの僕のテンションがねその都度その都度こう下がっていくんです。でほんでその先ほどの話のようにですね、麻酔をして欲しかったと思うぐらいの痛さもね来るわけなんですよ。これはもうほんまにねたまりませんでしたね。ほんでそのやっとの思いでね、その土台がやっとねこうすっぽりとね入るような状態になって、接着剤をつけてねこうキュッとはめ込んだらね、次はねその上にかぶせるね銀歯を作るためにですね、もう上下のねその歯型を取ったんです。いやこれね、前回も上下ともねその歯型を取ったんですけどもね、前回は今回に出来上がった土台と杭のを作るための歯型やったみたいで、まあ、僕としてはその前回にその上と下両方ね歯型を取ったからね、今回はそのまあね杭と土台を打った形が変わった上だけでいいやろうってね思ってたんですけどね、だってそうじゃないですか、歯型って歯が折れたりあの欠けたりせん限りね、もうほんのこの2週間そこらでね、あのなんていうんですかね、あの歯並びとかね形ってね変わりませんよねって思うじゃないですか。そんなねスパンでね変形してしまうね僕自身の歯の形やったらね、もう次の通院の時にね絶対にね変わってますよねって思うんですけどもね、まあなんかルールがあるんか知りませんけどもね、今回もね上下ともにね歯型を取られたわけなんですよ。ほんでねそれもねちゃんと取ってきたんですよ、動画でね。ちょっとあの画面がねあの光が当たってて、あのパッて白飛びがしてるところをねあの暗いあの映し方にしてるんでね、あのちょっと見にくいかもしれませんけどね、ちょっとご覧ください。外しますね。はい、しっかりついてください。これか。これがあれ。はい、そんな感じでね、今回もね、いろいろね、撮影させてもらいながらね、なんとか終わったんですけどもね。で、ほんでね、まあ、そんな機能やったんですけどもね。昨日の中でね、一番びっくりしたことがあってね、これはね、あの僕が席に座って、その治療台がね、こう席が倒れる中、最初から、あのずっとやったんですけども、あのね、キャベツ、ニラ、生姜、ニンニクの香りがね、ずっとしててね、先生からね、ずっと餃子の匂いがしてたんですよ。もうずーっとですよ。あの、先生マスクしてるじゃないですか。でもね、そのマスクをしててもね、匂いが来るほどのね、量を食べてたんかいなって感じですよ。あの、僕はだからずっとね、上を向かされてね、口をあーって開けてね、あの、何ですか、唾とかがね、その、流れてこないように、その水気というのがね、喉に流れてきて、むせないように、あの、ベロで喉を閉めてるわけですから、あの歯医者やからまあ当たり前なんですけども、ずっと鼻呼吸をしてるわけですよ。だからあれですやんか、上から覗き込んでる先生に向かって上を向いて口を開けて、鼻呼吸ですから物に食らうわけですよね。もうね、これは助手さんとかも、あの他のね、その同じ部屋におったスタッフさんらもね、もう気づくぐらいのレベルでしたね。まあ、それでもね、まあ、決してね、悪臭とかね、刺激臭ではなかったので、まあ、我慢できましたけどもね、あの空間というのはね、かなりのね、密じゃないですか。だからいくらね、医療従事者からね、その順番にこの予防接種が始まってるからとはいえですね、匂いがマスクを通り抜けてですよ、僕の鼻まで届いたらね、さすがに僕も嫌ですよね。まあ、そんな感情にね、終始侵されてたのでね、あの治療を受ける心にもね、身が入りませんでしたわ。まあでもね、結局親知らずは置いとかれて、あの手前の歯から完成させていくことになったので、ね、また今回もね、予想が外れたということでした。そんな感じでね、親知らずの虫歯は置いといて、やっぱり手前の歯を完成させるために銀歯をかぶせる時の土台を形成したというお話でございました。まあね、今回のね餃子の匂いじゃなくてね、あのもっと別のねいい匂いとかやったらね、例えばね、あのお花の香りやったらね、ああなんかいい匂いするわと思ってね、気持ちが安らいだりしたんですけどね。次回ももし餃子の匂いがしたらね、これはちょっとね言います。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。